こんにちは。こんにちは。夫婦です。よろしくお願いします。お願いします。この時期はですね、非常にシンプルな形に面白い記事っていうその掛け算にハマってまして、こちらもその文脈で生まれた、例えば前にご紹介したグレンチックの、ロングカフスのワンピースだったり、はい、いろいろありましたけども、こちらの素材はじゃあちょっと早速素材から見ていただきましょう。あのジャカートっぽく見えるんだけども、ジャカートではなくしっかり織りの表現で、先染めっていうですね、プリントでもないです。糸を先に色染めて、そこから織ることで模様を作る。プリントは織った生地に後から乗せるでしょ、はい、柄を。これだから先染めなんで、まあ、少しこうなんだろうな、ベタつかない、ベタっとはしないね。こういう表現ってプリントにするとすごいなんか嫌な感じなりがちなんですけど、先染めなのでオリジナルなので、なんかなんだろうな、立体感がすごいあるわけじゃないし、表面感が肌触りでね、でこぼこしてるわけじゃないんだけども、はい、落ち着いた色味とその表現になるという、まあ、結構ユニークな素材ですね、でなんかあの幾何学模様なんだけども、なんか絶妙な東アジア感、和でもない、なんか東洋っぽい感じもするし、アラビアンな感じもなんかするみたいな、なんか好きなんだんですよね、これね。これすごいいい生地ですね。なんかそうです。でポリエステルとレーヨンとウレタン、こんなんで肌触りも滑らかではないよね、でもこのなんか凹凸感というか、ちょっとなんだろう、そのタオルじゃないけどちょっと感じるんだよね、はい、そのタオルっぽい感じをちょっと感じつつ、でもなんかタイル柄というかだし、かつなんだろう、そのあのいいホテルのカーテンみたいな、また分かんなくはないですね。で、縦パネルライン切り替えのフレアワンピース、スタンドカラー、袖も結構シンプル、ロングカフスでシンプルにしております。フレアは結構たっぷり入ってますね、この手の結構入ってます、うわ、はい、まあ、ただ縦切り替えな、ね、そうパネルなの、かなりパネル切り替えなので、なんだろうな、あの動画見ていただいた気づくと思うんですけども、こうブワンと広がりすぎない、控えめな印象になるという、でもたっぷり入ってる、いいとこ取りですね、はい。では寸法のご紹介お願いいたします、はい、こちら2サイズで S サイズが110センチ、 M サイズが、あ、着丈の話です、着丈の話ですよ皆さん着丈 S サイズで110センチ、 M サイズ120センチ、肩幅が S サイズで34センチ、 M サイズで36センチ、バストが S サイズで107センチ、 M サイズで111センチ、ウエスト、ウエストってありますかこれ。一応あるんじゃない、切り替えはないんですけど、うん、ウエストらへんっていうことですかね、うん、どこから測ってんだろうねそれが、まあ、こそこ、まあ、背丈がなんだろうね、うん、まあウエストが110 S サイズで112センチ、 M サイズで116センチ、袖丈が S サイズで 159.5センチ、 M サイズで61センチとなっております。はい、というジオメトリックワンピース、はい、そう、シンプルな名前なんだね、はい、はい、でございました。着用動画も見てください、ありがとうございました。はい、ジオメトリックワンピースですね。こちらジャカートのようで、実は先染めという糸から色をつけて織りで柄を表現している素材なんですけども、なんかアラビアンで和風な、なんか絶妙な感じなんですけども、いかがでしょうか、着用感など。あの結構しっかりした生地なんですけど、うん、柔らかくてこう伸縮性があるので着心地はいいです、うん、でそんなに重くないですし、分量も過ごし、あの生活しにくい分量ではないので、うん、あの結構着やすいワンピースに入るんじゃないかなって感じで、色もなんか実際見た方がなんかすごい可愛いさが伝わる、なんか青ベースで、うん、なんか青って言ってもなんかなんていう、ちょっとグリーンっぽい青、うん、すごい可愛いですね、まあ、アラビアンな青だよね、まあ、確かにアラジンの、あ、ジャスミンみたいな青ですそう、なんか
絶妙なの。遠目に見るとなんか和柄っぽい気もするんだけど、なんかエスニック、うん、なんか東洋感がすごいある、まあ、シルエットもねシンプルなフレアワンピなので、この時期柄物すごい凝ってたんだなって振り返ると思うね。まあ、こちらのお手入れも楽なので、まあ、ぜひ1枚持っていただくと日常で着やすいかなと思います。というご紹介でした。ありがとうございました。